佐藤拓磨です。ぜひ SRSK で、チャレンジしてください。新見と東郷がその状態になってしまったか。いやしかしながらここに止まっていてはスタートがどうでしょう。とりあえず東郷哲星本人は退避という形になりました。最終コーナーから隊列が立ち上がってまいります。新見康介のマシンもアウトサイドに避けられてしまいます。スタートは切られました。スタートさあ名取哲平コースタートを切っていった。しかしイン側から遠藤翔吾を突っ込んでいったぞ。どっちが先。2コーナーからの立ち上がりは遠藤、しかしインサイドに名取、遠藤が先行で3コーナーへと入っていきます。遠藤、名取、3番手には毛利達也です。3番手には毛利達也、4番手には奥田桃。さっき旗が振られています。3コーナー再スタートは切られましたけれども、1台大きくドロップしてしまいました。トップは遠藤翔吾、2番手には名取哲平、3番手には毛利達也ですが、この辺り目が離せません。4番手奥田、5番手にいるのは柴田隆成です。さあ名取哲平、ああ最初入った。そして遠藤と毛利達也が若干接触。遠藤は2番手に立ち上がってまいります。3番手に奥田、4番手に柴田、5番手には岡本大輝、5番手には岡本大輝が1コーナー入っていく。6番手以降が突っ込んでいく。ギリギリのバトルをしていますが、6番手以降 2コーナーからは1列になって立ち上がってくるか。3コーナーではサイドバイサイドになる。全然落ち着きません。 RMC クラスの2周でまだまだやってます。そんな中名取哲平が逃げに入るか。トップに立った名取哲平がいきなり後ろを引き離しにかかりました。2番手の遠藤はペースが上がらなければ奥田桃がパスしていきそうな勢いで迫っています。2番手争いは現在6台のワンパックになっておりますけれども、この一段の中、さあ、あ突っ込んできたのはこれはどうだ。最終コーナーマットクロック同士、ああ1台コースアウト、ミスの攻撃はコースアウト。さあこのマットクロックは岡本大輝が柴田隆成をかわして前に出ました。カーナンバー11番水野幸喜は復帰しましたが、はるか後方にドロップです。2周終了、3周目。今回のレースはヤマハ SS にしても X30 にしても叫び倒しというイメージなんですけれど、この RMC もスタート直後から大変なバトルとなっております。トップは名取哲平、少し離れまして2番手に遠藤翔吾、3番手に奥田桃。4番手バトルが起きたことで後ろが少し楽になりました。4番手争いは柴田隆成と、そして、先ほどまでは岡本だったんですが、それに代わりまして大森光成が上がっています。大森光成が5番手、6番手に毛利、7番手がサイドバイサイドで岡本と小手良也。さあこの戦いもマットクロック同士という形になりました。さあそして最終コーナーでは2台43番が今止まったままとなっています。3周終了、4周目。5番手あたりまでは変わりませんが、6番手毛利達也、7番手に小瀬良也が上がりました。8番手にはこれ柿本和樹ですね。8番手には柿本和樹、9番手に先ほど前と競り合っていてドロップをしたこれを岡本です。10番手に藤原道長が来ているでしょうか。カーナンバー92番藤原道長、 RMC の日本代表スーツをもう着てますか、藤原道長は。さあそしてその後ろは富田蓮と黒崎駿、コスミックの2台が続いていきます。ここまでが一段となっています。12位まで長い列になっておりますが、さあこの12番手までの長い列の先頭は4番手以降のバトルということになっています。その4番手柴田隆成が頭一つ抜け出しまして、実質5番手この毛利達也からが一段と言っていいでしょうね。先ほどまで大森光成がこの5番手のところ陣取っていたんですけれども、変わりまして毛利達也、その後ろに大森光成、そして小瀬良也が来ている。大森光成が最終コーナーインサイド飛び込んでまいりました。立ち上がりはどうだ。小瀬良也がついていきたかったが、これはちょっと難しいか。1コーナー
毛利、その後ろについていきました小手、そしてその後ろ車内に流れ込んでいったんですけれども、どうなっていく、マッドクロックだらけの状況になっていますが、3コーナー手前でもラインを変えて後ろを入れ替わっていたところがあります。この集団の中11番手12番手あたりでしょうか、いやそれとも、いやその前ですね、岡本、藤原あたりでしょうか、入れ替わっていっています。あ、藤原光中がポジションを上げています。ヘアピンからの立ち上がり、あーヘアピン立ち上がりアウトサイド、カーナンバー15番岡本大輝がドロップをしてしまいます。岡本大輝スターティンググリッド6番手だったんですが、だんだんバトルに揉まれてドロップをしていってしまいました。トップ3は名取哲平、遠藤翔吾、奥田桃で現在6周終了。タイムギャップは名取と遠藤がコンマ8、そしてそこから奥田桃までがコンマ4、さらに後ろは1秒4と空いています。4番手は柴田隆成、現在完全に単独。5番手には毛利達也が、先ほどまではバトルのトップという形だったんですけれども、今度は5番手単独、その後ろに小瀬良也がついてきています。さらに離れまして7番手以降、柿本和樹を先頭とした、ここが大きな集団に膨れ上がれまして10台はいるでしょう。今最終セクションへと入ってきます。さあそれでは中盤あたりのバトルはまだまだ続くんですが、トップの方も見ていきましょう。カーナンバー55番名取哲平が現在トップです。このまま名取哲平が後ろを引き離していきますと、遠藤翔吾と奥田桃、さらには、6番手に現在います小瀬良也とのチャンピオン争い、この辺りはもう前に来たもん勝ちみたいな感じになるんですかね。まあ、ポイントギャップが遠藤と小瀬、小瀬と奥田でそれぞれ4ポイントずつありますので、小瀬良也は現在のこのポジション前をパスしていかないとシリーズチャンピオンの可能性は難しいかなという状況です。もう名取哲平は逃げるからいいわと思った段階から遠藤と奥田のバトル、チャンピオン争いが始まるんじゃないかと思われます。現在8周終了、折り返し点です。エクストラポイントが乗っているのは2人とも一緒ですからね。ポールポジションは名取哲平が取っていっていますから、じゃあ遠藤が今のまま2位で奥田が3位だったらどうかというと、これは遠藤翔吾ですね。小手良也が6位ということになりますと、これも遠藤、そうですね、遠藤翔吾です。で奥田が2位に来て遠藤が3位でもやっぱり遠藤翔吾です。というわけで今のこの状況ですと遠藤翔吾2位になっても3位になってもシリーズチャンピオン獲得ということになりますが、去年取りそびれましたシリーズチャンピオン、そしてそれ以上に倒したかった坂口瀬名、あの涙を私は忘れません。表彰台でおめでとうと言えなかった、泣いてました遠藤翔吾。そこから1年、今度は彼がこの RMC 大激戦のチャンピオンの一番高いところに立つ、そんな日が来るのでしょうか。ちなみに坂口というのは今日ピットクルーをしておりますが、今日ピットクルー非常に、ね、豪華です。 KF クラスのドライバーもワンサが来てますけどね、井上博美いる、山川陣也いる、そして坂口世代で、みんな X30 の最後尾について出たらいいねって言ってましたけれども、さあ RMC クラス最終コーナーから立ち上がってきます。名取哲平、SRS こちらレーシングの機体を一心に背負って今1コーナーへと入っていきます。さあそして今1コーナーで5番手6番手争いが激しくなってまいりました。カーナンバー29番毛利達也とカーナンバー3番小瀬良也、小瀬良也がぐんぐんとペースを上げてきた。3コーナーから4コーナー小瀬良也インサイド飛び込んだ。小瀬良也これで5番手に浮上。さあ小瀬良也、俺もまだまだ忘れてもらっちゃ困るぜということでしょうか。前には予選シートの時に競り合っていました柴田隆成がいます。柴田隆成とはコンマ8ぐらいは空いているでしょうか。そのさらに前にシリーズチャンピオン争いをしています遠藤と奥田がいます。最終コーナーから立ち上がってくる。11周終了、残り周回数は5周。
さあこの瞬間のラップタイムでは奥田桃が一番速い、奥田桃が一番速い50秒475です。これは奥田桃、遠藤翔吾とバトルになりますよ。奥田桃が2位で遠藤翔吾が3位であっても遠藤のチャンピオンには変わりないんですけれども、奥田桃はなんといってもあの軽ドライバー三村翔太郎をして RMC のドライバーの中で負ける気がするのは桃ちゃんだけと言わしめましたからね。何かね、4人ともすごくうまく使って走れているのは奥田桃がピカイチなんだそうですよ。それ奥田桃に伝えたらものすごく照れてましたけどね。さあそのうまさには定評があります。ちなみに水波でのレースを、上海から来た関係者などが見たときに、あのドライバー誰だ、レディースなのか、すごいなって言ってましたね。ヨーロッパから RMC の、トップが来たときも同じこと言ってました。さあこの世界も認める奥田桃の走り方が前の遠藤翔吾を捉えるか。遠藤翔吾はシリーズチャンピオンの意地とプライドにかけて2番手死守できるか。下り 25R 残り周回が少ないので、奥田のペースが良かったら先に出して名取を追うっていうにはちょっと苦しくなってまいりました。残り周回は間もなく3周、おそらくこのまま遠藤と奥田のバトルになっていくのではないかと思われます。そして4番手柴田流星には5番手小瀬良也が追いついてきました。さあ小瀬良也、これもわからなくなってきた。残り3周です。7番手には柿本、8番手藤原、9番手岡本、その後ろには富田、広島、黒崎、そして川瀬、奥村、水野を先頭とした一団となっています。今回まだまだマックス2回目でよくわからないんですといったようなドライバーもこの中には混じっています。僕たちおじさんクラスだからというドライバーも混じっています。ちなみにマスターズの年代のドライバーは、一般のドライバーとは別に表彰式が行われることとなっております。さあ RMC クラス、そんな中名取哲平がぶっちぎりの今シーズンのレギュラーメンバーを嘲笑うかのような2連勝を決めていきそうです。残り周回2周。さあそして2番手3番手争いと4番手5番手争いが共に接近して1コーナー、7番手、9番手のドライバーがスピン、9番手のドライバーがスピンだ。あのカラーリング誰だ、岡本大輝か、ちょっとオレンジ色っぽく見えたんですけど確認はまだ取れておりません。1コーナーに入っていくときに1台スピンしたのが見えました。あー、やはり岡本大輝です。接触スピンとなりました、9番手岡本大輝です。さあこれで、あー、そしてヘアピンのところ、小瀬良也がついに入った。柴田流星のインサイドを、そしてそのままキープキープ、後ろから毛利達也もついてきた。そして最終コーナーでは遠藤翔吾と奥田桃もかなり接近してきました。残り1周どちらを見ますか。今1コーナー、おー、小瀬の後ろでは接触すれすれで毛利と柴田も立ち上がっていくし、3コーナーでは遠藤と奥田が接近。名取哲平はプレッシャーに負けずもうあと半周走り切るのみ。そして下り 25R 遠藤翔吾、レギュラーメンバーの中では一番前でチェッカーを受けてチャンピオンを取れるか。奥田が、アウトサイドに振ったんだけれども、どうか。最終コーナー厳しいか。遠藤が守った、奥田はクロスラインだ、立ち上がりだ、遠藤を守って、遠藤2番手3番手奥田、そして4番手は小瀬、5番手争いは柴田流星、6番手毛利です。そしてごめんね、ほっといて、カーナンバー55番名取哲平が全くの単独、最後まで父近く、うわ、さあコーナー手前で、あーって天を今仰ぎました、名取哲平。まるでシリーズチャンピオンを取ったぐらいの感じでほっとした、そんな姿を見せましたけども、まあ結構ね、こちらレーシングからプレッシャーがかかってたんでしょうね。